ダッチバイパー、バイパー、バイパー、A、バイパーは、クライスラーの一部門であるダッチ及び、SRT から発売されていた、アメリカンスポーツカー。ニュルブルクリンク7分1秒30を記録した、量産市販車であった。バイパーはクライスラーから壊れて、フォードモーターより移籍してきたボブ・ラッツ主導のもと、当時北米のマッスルカー市場で、大きなシェアを得ていた。 ゼネラルモーターズのシボレーコベットに対抗できるスーパースポーツとして企画された。開発コンセプトは1960年代後半に登場したスポーツカー、シェルビー・コブラを意識したものと言われており、開発スタッフにはコブラを作ったキャロル・シェルビーも関わっていた。1989年に北米国際オートショーにてコンセプトカーが発表され、 1991年に1992年、モデルイヤーとして市販モデルが登場した。当初は3年間だけ少量を限定生産する計画であったが、発売後大きな反響とともに想定以上の売り上げとなったため、予定を変更して継続販売されることとなった。バイパーはアメリカ車ならではのオフエンジンを搭載するが、その実はよく見られる部位があった8気筒ではなく、 V 型重機筒、排気量は8リットルと市販車の中では最大級である。ベースとなったエンジンはもともとピックアップトラックのダッジラムに搭載されていたもので、当時クライスラーの子会社だったランボルギーニの手によってアルミニウム化され出力重視に優雲された。また、ランボルギーニは足回りにも手をつけており、ブレーキも V 型重機筒エンジンのハイパワーに対応すべく。 ブレンボーを選定している。二代目モデルのデザイナーは日本人である。なお、バイパーは当初2010年末をもって生産を終了。後継モデルにはスタンスが引き継がれないとされていたが、クライスラーグループダッチブランドのラルフギです。CEO は、バイパー後継者は計画通り開発が進んでおり、2012年夏には発表できるだろう。と発言。 V 型重機等エンジンを踏襲するモデルが予告された。そのモデルは2012年にブランドをダッチからクライスラーのハイパフォーマンスカー開発部門である SRT に移し SRT バイパーとして発表された。しかしその後2014年に SRT ブランドがダッチに統合され、わずか2年で再びダッチバイパーの名が復活することとなった。 ダッチワイパーは1989年クライスラーが発表した VM-01 コンセプトカーが進化したものである。当時は V 型10気筒ではなく5.9リットル V 型8気筒が搭載されていた。その後1990年4月、クライスラーは8リットル V 型10気筒エンジンを搭載したコンセプトカー VM-02 を発表した。 出力は300馬力イコール約 304PS、トルクは450ポンド、フィートイコール約 62kgM を発揮していた。コンセプトカーの発表を経て1991年12月に販売開始された。当初は8リットル V 型重機と 400HP イコール約 406PS のオープンモデルである、バイパー RT10 のみがラインナップされたが、 あとに 450HP イコール約 456PS のバイパー GTS というクーペモデルが追加された。また、市販モデルの衣装を受け継いだバイパー GTS-R という名を与えられたレーシングカーがルマン24時間やニュルルクリンク24時間をはじめとするレースに次々に出場、優勝するなどポルシェ等の競合を抑えた活躍を見せた。 日本では1997年にクライスラーバイパー。ただし、フロントのエンブレムはオリジナルのものを使用として正規輸入が行われた。当初は RT10 のみが導入されたが、1999年からは GTS も追加された。当時のクライスラー車の中では1000万円を超す車種であった。なお、2002年12月に、 正規輸入車としての導入は中止され、2代目以降は正規販売されていない。2002年に、バイパーは2003年モデルイヤーとして、モデルチェンジが行われ、バイパー SRT10 という2代目が登場している。V 型重気筒エンジンは8.3リットルまで、排気量がアップされ、パワーも 510HP コール約 517PS にまで高められている。 こちらもオープンモデルとして登場したが、2006年にクーペが追加された。2008年モデルでは、エンジンをマクラーレンパフォーマンステクノロジー及びリカルド社の協力を得て、ボアを 1mm ほど拡大。これにより、排気量を8 3リットルから8 4リットルへ拡大し、出力も 600HP コール約 608PS へと高められた。 無論この 90PS もの向上は単なる排気量の拡大だけではなく、インテークマニホールドのポート形状をよりスムーズな形にモディファイしたり、より吸気効率の良いエアフィルタに変更するなど、細かい部分にも改良が施された結果である。さらに、細かな部分ではオイルポンプをよりハイボリュームのものに変更したり、圧着力の高いクラッチの操作力を18%ほど軽減し、 少ない動力で扱えるように改善するなど、パフォーマンスの向上に合わせて、全体的な見直しが図られている。また、搭載エンジンの改良に伴い、エクステリアも若干の変更が行われた。エンジンフード上にエアアウトレットが追加されたほか、外装色のバリエーションも増加した。この結果、2008年モデルは、ベノムレッド、スネークスキングリーン、バイパーバイオレット、 バイパーオレンジ、ブライトブルーの5色をベースに、オプションで、ホワイト、ブラック、シルバー、グラファイト、ブルー、レッドの6カラーのレーシングストライプを組み合わせることが可能になっている。2007年にダッチブランドが日本に導入される際に、バイパーの再導入が検討されたものの、マフラーレイアウトが日本の車検制度に適合していないために、見送りとなった。 日本には並行輸入で数台が輸入されている。また2008年モデルからは、バイパー SRT-10ACR という、レーシーな仕様がオプションで選べるようになった。ACR とは、アメリカンクラブレーサーの略で、クライスラーのスポーツモデルに関される、チューニングカーブランドである。従来の ACR では、ベースモデルに対して、 パワー工場などのチューンがおごられのが常であったが、もともとバイパー SRT10 は 608PS もの、大出力を誇っていたため、動力性能的なアップデートはほとんど行われなかった。ACR 専用パーツとして設定されたのは、エアロダイナミクスの向上を目的とした外装パーツ、フロントデュフューザーカナード、GT ウィング、ノーマルよりもハードなレーシングサスペンシン。 キロワットのサスペンションを採用、そして軽量化ホイールとなっている。さらに追加オプションであるハードコアパッケージ HCP は完全なサーキットユース向けとして設定され、走行に影響を与えないパーツ、オーディオシステム、トランクカーペット、リアキャビンサウンドインシュレーション、タイヤ補修キット、フードインシュレーター、スチールバッテリーカバーを取り除き、 純正比 18kg もの軽量化を果たした。また、ACR とは別に、レース専用車として、バイパーコンペティションクーペが販売されている。2010年2月10日に、ダッジより最終モデルとなる特別使用車の生産告知が行われ、同日に予約が開始された。2012年4月、ニューヨークモーターショーで、後継モデル、 SRT バイパーと上級モデル SRT バイパー GTS が正式発表された。前述の通りブランドは2012年から2014年の間はタッチから SRT に変更されていたが、メカニズムやコンセプトは従来型のそれを受け継いだ。搭載される V 型重気筒エンジンの排気量は8.4リットルと、先代から変更はないが、ピストン。 インテークマニホールド、エギゾーストパイプなどに改良を施し、最高出力は 640hp イコール約 649ps まで向上。最大トルクは8 1 3 n、v、m で、自然吸気エンジンとして、世界最大であると発表された。写真のねじり、剛性を50%向上させながら、ルーフ、ボンネット、リアゲートには炭素繊維を、ドアにはアルミニウムを使用。 これにより、仙台より 45kg 軽量化された。トランスミッションには、従来同様6速 MT を採用。電子制御システムは、マルチステージスタビリティコントロール、トラクションコントロールシステム、4チャンネル ABS が搭載される。上級モデルのバイパー GTS はクーペより、さらに軽量な 1476kg に、加えて、ショックアブソーバーを組み込んだ。 アクティブサスペンションが標準搭載される。2017年、日本の道路交通法にあたる FMVSS226 をクリアすることができないため、生産終了。バイパー GTS をベースに開発されたレース使用者で、アメリカンルマンシリーズ2012年シーズンに2大体制で参戦。8月のミッド・オハイオ戦でデビューする。ドライバーは、ドミニク・ファンバッハー。 マーク・グーセン、クノ・ウィットマー、ライアン・ハンターイコール・レイの4人。2008年8月18日、ドイツ・ニュルブルクリンク北コース、1周 20.8km の走行テストにおいて、オランダ人、レーシングドライバートム・コロネルが運転する、バイパー・ s r t アル -10ACR が7分22秒、1等タイムをマークし、ニュルブルクリンク市販車最速の称号を得た。 当日、何箇所か、セミウェットの箇所はあるものの、ほぼドライ。最初の2周を7分42秒と7分35秒で、ラップ。そして3回目のスティントは7分24秒台。4回目のアタックで、この日のベストタイムを記録し、シボレーコルベット G6ZR-1 が6月に、記録した7分26秒4、日産。 GT-R が4月に達成した7分29秒3を大幅に短縮した。参考にパガーニゾンダ F は7分27秒8、ポルシェカレラ GT は7分28秒を記録している。コンピュータによるシミュレーションでは ACR は7分10秒台で走れることが検証できていた。その後、2009年8月13日にグンペルとアポロに記録を塗り替えられるまで、バイパーは 最速記録を保持し続けていた。さらに2010年モデルのバイパー SRT-10ACR は過去の記録を10秒近く更新する7分12秒13を記録した。2012年バイパー ACRX が7分3秒058を記録し、当時の世界最速の量産市販車となった。2017年7分1秒30と、 さらに記録を更新した。よく言われているのが、コンパクトなボディに、巨大なエンジンを積んでいるという点である。共に、トラック用のエンジンをスポーティーなボディに積んでおり、バイパーに至っては、約1トンのボディに8.0リットルのエンジンを乗せている。そしてオープンクーペという順でモデルをラインナップさせている点である。シェルビーコブラは、オープンカーという印象が強いが、 後にレースマシンとして、クーペモデル、シェルビーデーナも製作している。また、デートナとバイパーは、共に、リアのトランクの後端に跳ね上げをつけることで、空気の流れを上向きに変えて、ダウンホースを得ている。また、名前は、コブラバイパー共に、独者の意味である。初代より、バイパーはそのパフォーマンスの高さを生かした、チューニングベース車両として、サードパーティーにも人気が高い。 著名なものとして、ベノムシリーズと呼ばれるアメリカのバイパーチューナーであるヘネシーモータースポーツ、ヘネシーモーターズボルツが製作したコンプリートカーがある。排気量を0.5リットル拡大させたバイパーベノム600、ベノム 600R というモデルに加え、排気量は GTS そのままにツインターボで馬力、トルクをアップさせたベノム 800TT という初代バイ最強モデルが存在する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。